はじめまして。初投稿となります。長文&乱文になるかとは思いますが、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。先々週の土曜日のことです。ニコニコ動画でも紹介されてる、恐怖の心霊写真を見ていた時のことです。その時に起こったことを話す前に補足事項として、兄貴の心霊関係のプロフィールを紹介しておきます。兄の中には、このスレでも知ってる人が多いと思われる、救うものの B 子さんの中にいるようなものがいます。救うものと違う点は、1。救うものは受動的だが、兄の中にいる奴は能動的。2。自動吸引&捕食者みたいなものです。自分で、悪霊や呪いや魔物や妖怪を呼んで、誘って食うという厄介な悪食を追う。えり好みはしないのが唯一の救い。3。時々外に出て兄とバトルしてます。当然外に出てても家族には見えてません。B 子さん自身と兄が違う点は、兄は見える人で、悪霊とか気合い入れて普通に殴れるってか物理的な呪霊をよくやってます。拝み屋とかではなくプライベートで。B 子さんは救うものが出てる間は眠ってるが、兄貴は普通に起きてる。時々兄貴は物に操られて霊を食ったりしてる。旗から見たら、兄貴自身がなんか奇妙な動きしてるように見える。物の見た目は兄貴曰く、説明不可能、とのことです。一応筆者も霊感はあるらしく、感じることはたまにありますが、守られてるらしく見れたことはほとんどありません。母は時々見ることがあるらしい。以上です。以降は兄と筆者の当時の会話を交えて説明させていただきます。その動画は、どうもやばい本物の心霊写真ばっかりだったらしく、いつもよりも、物に兄貴が操られて、画面を片手で掴んで食べるという動作をしていました。いつもなら、そういう動画は50本くらい見たら2、3個くらいなのですが、その動画に限っては大半送っていました。そして動画がだいたい4分15秒くらい来たところでしょうか、問題となる写真が映し出されました。当時筆者はその動画に何も感じませんでした。その青い顔の目が見えたらヤバいという話らしく、兄にはその目が見えてしまったようでした。その青い顔というのは、よくある死人のような青白い顔じゃなくて、ブルー LED のような真っ青の顔が映し出されてきた時、兄がいつもと違う行動をとりました。食うという動作はいつも通りなのですが、その写真が映し出された途端、急に全身を使って画面前方の空間をかき集めて、抱くように抱え込んで一心不乱に食ってました。さすがにその時は筆者も驚いて、あれ？いつもの違うな。そんなに極上の餌だったのかな？と疑問に思いつつ動画を見終えました。いつもならそれで終わりでした。大抵家に悪霊が来ていようとも、兄が食うか殴るかであっさり撃退、おあ強制成仏ってか滅殺してるので。本当に異変が起こったのは翌日でした。朝、ベランダに飼ってる猫に餌をあげようと上がっていくと、ベランダのある筆者の部屋に入った途端、ドダバタドカドカドカガッシャーンと、猫がものすごい暴れ出しました。いつにないことに筆者が目を向きつつ、餌をあげようと扉を開けて、餌箱に餌を移していると、猫たちが怯えてるのが見て取れました。自分が驚かせてしまったのかと心配になりつつ、近くに移動してみると、ピクリともこちらには反応しません。すべての猫は一点を凝視してました。何せ、初めてのことで驚きつつもよく観察してみると、その一点には虫などもおらず、ハエなどに反応してるのでないのは明らかでした。何よりも、猫たちの目が朝、日差しを受けて眩しいにもかかわらず、瞳孔が開いて、まるで薄暗いところにあるものを見ようと目を凝らしているようでした。さすがにオカルトサイトを見ていても、猫たちだけはマイペースで動じることなく、そのままなので、ある意味安心してたので猫たちの反応が不気味でした。夜仕事から帰ってきて、兄のいるそばで、母に朝の猫の様子を話しました。その時の会話です。筆者、イコール字。兄貴、イコール兄。猫たちがさ、朝様子がおかしかったんだ。怯えてて、そばに行っても僕に反応しなくて一点を凝視してたんだ。瞳孔も開いてて、そこに何もないはずなのに。いるぞ。え？てか来てる。来てるって？昨日見せてもらった動画だよ。あの心霊写真動画？ああ、あの本体が来た。本体ってどの？よくは覚えてないが、あの写真の中に青い顔の霊が映ってたろ？あの目が見えたらやばいってやつね。僕は見えなかったけど。俺は見えた。
動画を見た記憶はうろ覚えなくせに、あれだけは頭から離れんくらいにはっきりとな。真っ赤だった。燃えるような赤の瞳孔の部分は闇そのもの。まさしく奈落だった。その本体が来てるって？そうだ。この気配と強さはおそらくな。これがもし一部だって言うならそれこそ本体は化け物だろうよ。でも兄貴言ってただろ？自己責任系の話を聞いたら現れるって話は、大抵余波みたいなものだって。近くにいた他の霊が化けてることはあっても、本体が来ることは滅多にないって。ああ、滅多にない。はずなんだがな。勝てるよね？てか食えるよね？無理だ。あれは食えない。もうすでにこの家全体にあいつの負の結界みたいなものを貼られてる。今まで食ってきた奴とは格が違う。どんな魔物も悪霊も、それこそ八尺様クラスだって食ってきたがあれは無理だ。それこそ、前みたいな本物の地獄から来たガキみたいな？ああ。ガキなんて定休もいいところのはずなのに、やけに兄貴苦戦してたもんね。ああ。で、どうするの？しばらく様子を見るしかなさそうだ。こっちから仕掛けるなんて論外だ。そうか。そうしてしばらく話などして、綿あめ機で綿あめ作ってたりしたら、突然兄貴が立ち上がりました。トイレでも行くのかな？と顔を見てみると、明らかに尋常じゃなく、言うなれば操られてる状態でした。兄の中にいるものが、これまでにない極上の餌をお預けさせられそうで、無理やり兄貴操って食おうとしてるのかな？という感じの動きで、兄貴が上に上がっていくのを眺めつつ綿あめ食ってると、上の階で物音をさせつつ兄貴が降りてきて、やっぱり操られてたらしく、曰く。気がついたらあいつの目の前に立たされてた。そうです。兄の話では、おそらく今来てるものが兄を呼んだのだろうってことでした。そして話を聞いて、今後どうするかって話をし始めたくらいに、どうやらその顔面ブルーレイが降りてきたらしく、珍しく兄が慌てて。やべ、部屋に入ってきやがった。おい、なんか武器になるもんよこせ。と言ってきたので、毎日日光に当てていた、水晶やラピスラズリやアメジストのチップで浄化してた水晶ブレスレット、旧紫竜の刻印が入っている、を投げてよこすと。しゃあ。と、どうやら顔面ブルーレイを思いっきり殴ったらしく、右腕を抱えてうずくまり震えているので、どうだったか聞くと。殴ることには成功したし、今ので予想外の反撃だったんだろう。上に退散したが、やばい、持っていかれた。というので、どこやられた？左目と右腕だ。という会話のほぼ直後兄貴の携帯が鳴った。電話の相手は、いつも決まって電話してる兄の友人、寺生まれの T さん、霊力も腕力もパない人、が電話をかけてきたようだった。絶妙のタイミングだったので、ひょっとしてこっちの状況を霊視や霊感で察知してきたのかな、と思ったが、兄との会話を聞く限りじゃ、異変には気づいていないみたいだ。兄は当然事情を説明しだして、今いるところは遠く離れてるから、当然駆けつけれないことは周知の事実だったので、助けは呼ばなかった。僕は猫に餌をあげに行った。いつもは感じるときは感じていたのですが、なぜかそのときは感じすらせず、どこにいるか見当もつかず、猫と適当に戯れて、下に降りた。下に降りても兄はまだ会話を続けており、どうやら友人は最近バイクで事故ったらしく、電話口からでも気が漏れ出てたらしく、その気が結界をぶっ壊して、顔面ブルーレイが弱ってるとのこと。これなら大丈夫そうだろうと、兄が友人に電話越しにお礼を述べてる間に、綿あめ気を直しつつそのまま筆者は寝た。翌日、友人の守護霊であるお天子様と兄貴の二人がかりでボコって、原型止めないくらい削ってようやく食ったらしい。だが話はここで終わらなかった。どうやら消化しきれずまだ残っていたようで、先週の木曜に、腸のあたりをかじられたらしく悶絶していた。くしくもその日は筆者の誕生日だった、どうでもいいが。仕事が終わった後、食いに出て車で帰る途中で、家の手前まで来ていたので、すぐに横になって盲腸か、といろいろ探りを入れていたら筆者が思い出し。この前の霊、消化しきれずにイタチの最後っぺかまされたんじゃない？と言うと。先週の土曜日だぞ。と驚いていたが、思い当たる節はあったらしく、すぐに霊体を修復して事なきを得た。余談だが、霊格もそうだが何より兄が、そいつは他のやつとは違うと思ったのは、感情というものが見えなかったそうだ。
大抵魔物だろうが悪霊だろうが、自分を認識できる獲物に会うと、ニヤーっと笑うらしい。それが、それこそ救うものみたいになかったらしい。何分初めてのことで兄もだいぶ参ってしまって。しばらくオカルトサイトや動画禁止な。とのこと。そう言いつつ、ボンテンさんの動画を今日も一緒に見てくれており、そんな兄が僕は結構好きだったりする。まとまりなくてすみませんでした。話は以上です。よくわかんないけど、しゃー、だけ読んだ。なるほど、なかなか面白い。これが水晶ブレスレットの販売業者の書き込みだったら、もっと面白い。さあ、あなたも動画や写真を見る際にはご慎用にブレスレットを。セリフ回しとか、兄の心理描写とおぼしき格好ないとか、別戦力の友人とか、能力バトルものかこれ。すみません。セリフに関しては脚色一切ないです。格好ないの心理描写は兄の表情で勝手に書かせてもらいました。気分を害されたら申し訳ない。他にもいろいろ話あるんですが、885さんのご指摘通り、基本中二病オツ、としか言えないような内容のため自粛してました。基本オレツエー、で苦戦したことほとんどないので。この兄貴、東北大、ウィンドのオツの一員だろ。いえ、兄は大学行ってないです。専門行きましたから、パソコン関係の。面白かった。他にも、ネタあったらよろしく。ご先祖は、何やっていた？家系についても詳しく。ご先祖が何やってたかは詳しくは知らないのですが、興味深い話はあります。第一に、父は婿養子で、父方の名字を僕らが継いでるわけじゃないことと、その原因として、母方のおばあちゃんの代で子供が全員死に絶えてしまい、捨て子を拾って育てたら無事育った、その子が今のおばあちゃん。おばあちゃんからは二人の娘しか生まれなかった。男がいない。なので僕たちは名字の名前は継いでるが、血は継いでないという状態。それでも名前を継ぐというのは、霊的に何らかの因果が発生するらしい。というのも、母は昔はそれこそ兄ほどじゃないにしても、頻繁に不思議な体験をしたらしいです。詳しくは聞いてないのでここじゃ語れませんが。それでなぜおばあちゃんの他の子は死に絶えたのか？なんかの呪いか？と兄は疑問に思ったらしく、方々手を尽くして調べ上げた結果。どうやら口伝でしか伝わってない伝承が先祖と関係してるらしい。おそらくは先祖そのもの。その伝承とはこういったものです。昔、剣の腕の立つ者がいたそうな。この者、年12にして大木を溶断するほどの腕を持ち、周囲にはそれなりに知られていた。その者が成長したある日、その男の屋敷を、黒い影が取り囲むのを周りに住む者たちが見ていたそうだ。その日は、特別いつもより月明かりが怪しい輝きを放っており、闇を遠くまで見通せるゆえに、黒い影もはっきりと見えたという。その黒い影と、腕の立つ者が争う様が遠くからでも見え、見ていた者は無事を祈り肝を冷やしたという。しばらくして物音がしなくなり、争う様子がなくなったが、雰囲気は以前穏やかとは言い難く恐ろしくなり、見ていた者たちは翌日に確認しようと床に着いた。翌日男は人が変わっていた。だが言葉が通じないということもなく、多少以上に荒っぽくなったが、今までの人柄もあり、村の住民は気にしないようにした。その後も揉め事はあったが、ギリギリのところで男は人で居続けたが、ある日愛する人を手にかけてしまう。その事件をきっかけに、男は鬼となった。野立ちを手に、馬と鎧と刀を人ごと一刀両断にする怪力と、常人離れした身のこなしで、人を虐殺し続けて、武士も陰陽師も手に負えず、屍の山が出来上がったという。ある日、その鬼の前に立ちふさがりし、陰陽師の名を、安倍の生命という。鬼はその陰陽師に倒された後供養されたという。という話。口伝でしか伝わってないものだから、どこまでが真実か眉唾ものですが、以上です。